そのサウンドカードっていうのを使って声を変えてみた感じですね。さっきの声はかなり高い感じにはなってますけど、まあ、これは、まあ、これも不自然か。ちょっとまあ、低めっていうか、なんだろう、さっきの声が割とかなり高い加工をしているのに対して、まあ、こっちはそうでもない。そうでもないって言っても、普段の喋り方っていうか、声とは全然違いますけど、まあこれぐらいの声で喋るのもありかなとは思います。まあ、普段のやってるような、ポッドキャストを、これで聞くって、なんか、ものすごい違和感があるかなとは思うので、そんなにやるかどうかはわからないですけど、まあ、素の声より、こっちの声の方がいいんじゃないっていう意見があれば、まあ、これを使うかもしれません。あと、他になんか、細かく、声の高さをいじる機能もあるみたいなんですけど、なんかそれをやってもあんまり元の声から大きく変わる感じじゃなかったので、まあ、このままでいいかなみたいなことは思ってます。うん、そんな感じかな。これを使いどころがどこなのかっていう。だからなんか、キャラクターの絵とかを描いて、そのキャラクターが喋ってるっていう体にすれば、いいかもしれないですよね。普段の私じゃないキャラクターだよ、みたいなのが。まあ、それはちょっと研究中。あと、この機械自体も、まあ、結構シンプルな作りだから、そんなに難しくはないんだけど、まあちょっと研究中、なんかどういう風につまみをいじればどういう声になるのかとかはちょっと考えます。もしかしたらまたこの声でいきなり喋る回があるかもしれません。まあ、とりあえずこれもテストっていうことで3分ぐらいで喋って終わります。それでは。